結構怖いな。次行きます。はい、じゃあ本見ながら次行きましょう。はい、スタート。ガンシュ、ブって早く。ドッキリじゃない。いや、絶対ドッキリじゃん。だっておかしい。全然違う。これなんか全然違う。なんだろう。そっち向か勇敢だな。超痛い。エルメベーテ、タラシが押して、どうぞにしたい。こっちのカメラ撮りたい。解消しなかった。村君、村君さん、こっちだ。なんか絶対しなさない。はい、撮ります。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。大変な事件に巻き込まれましたね。いや、いいじゃないですか、ね、完全に事件、リアリティというか、もう自分をなんか本当にそういう世界に入ってしまったって思い込もうと思って、あの殺人鬼村井さんに追いかけられる、やばいやばいみたいな感じでやったから、今も村井さん見たら、やばい殺されるなぜ私もぶっちゃけ分からん状態で、どういう仕掛けなの、この部屋はどういう仕組みでやってるのってなったんで、最後のネタバラシ見た時はそういうことかってなりましたね。あ、どうした、撮ってみる。あの見た、あ、君見た、あの死んだ時 の頭に移動中のやつ、でガーンっていって、もう一回ガーンっていって、もう軽い脳震盪までやっちゃうよ、やっぱり縁になると。今日はね、まあそうだね、主演の俺のために、うるせえ、うるさくね、主演の俺のためにみんながこう動いてくれて、まで喋ってんだよ、いいのかな、こんな誰が早く行けって、はーい、早く行けよ、行けー、ガッガッガッ。いやー、ちょっと初めてだったんで、こういう撮影がすごい緊張しました。こけたんですよ、むちゃくちゃこけたんですけど、何回もなんで、ね、膝がね多分家帰ったらこの辺もう青あざになってると思うんですけど、結構渾身の渾身の苔ぜひとも見ていただけると思います。ちょっと演技って難しいですね。ちょっと分かんないです、自分がどう映ってるか分かんなくて恥ずかしい。いや、あ、なんかね、初めてなんかこういう台本があって演技みたいなことをやったけど、難しいね、難しい。落ちまでクリアしたらね、なんで俺があんな性格なのか分かるんだけど、あれクリアしないと俺のね、すっげえ悪いやつみたいじゃんこれ、なんかでも楽しかった、完成楽しみ。皆さん、メイキング動画いかがでしたでしょうか。あの楽しんでいただけたらと思います。あのぜひとも本編ご覧くださいませ。あのマミルトンであったりとか、マオちゃんであったりとか、高橋くん2代目、もろもろの、演技をご覧くださいませ。あと謎解き自体もですね、あの本当に難しいものだと思います。あの謎全部ちゃんと答えございますので、あのぜひとも挑戦してみてください。本編では、マックス村井の顔色が悪いと、言われてるんですけれども、あのあれ顔色が悪いのではなくて、メイクです。私はなんだ、みんなをね、やっつけに行く役をやってますので、あれはあくまでメイクです。それも含めてお楽しみください。本編でお会いいたしましょう。さよなら。